色彩芸術展、妙高市美術展覧会、妙高市ジュニア芸術展、3つの展覧会を同時に開催する妙高芸術祭、10月29日から11月6日に開催します。妙高ニュースの時間です。芸術の秋、食欲の秋、これから本格的な秋を迎えますが、皆さんはどんな秋を楽しんでいますか？市では10月29日から11月6日まで3つの展覧会を同時に開催する妙高芸術祭を実施します。展覧会を開催するにあたり、色彩芸術展妙高市美術展覧会の作品を市民の皆さんから募集しています。色彩芸術展では妙高山とその麓に広がる周辺風景、風俗、行事など妙高の四季を題材とした作品で未発表のものを募集します。募集部門は絵画と写真です。10月20日までに申し込み書を事務局へ郵送してください。なお、作品は10月21日と22日に妙高高原メッセで受付します。妙高市美術展覧会では妙高市と上越市で作品を作成する皆さんの作品を募集します。募集部門は日本画、洋画、版画、デザイン、国画、書道、写真、彫塑工芸の6部門です。作品は10月23日に新井ふれあい会館で受付します。いずれの作品展も募集条件など詳しくは募集要項をご覧ください。要項は市役所各支所にあります。また市ホームページも掲載していますのでご覧ください。これまでの活動の成果発表として多くの皆さんからの応募をお待ちしています。今回の妙高ニュースは、防災シンポジウムや町祭、新井北小学校の稲刈り体験など市内の出来事が6本、そしておじゃましますでは学校給食調理コンクールで優勝した献立紹介の第1回目をお送りします。話題盛りだくさんの今回の妙高ニュース、最後までお楽しみください。それでは市内で行われたイベントなどを紹介する市内の出来事からご覧ください。ここでは市内の出来事をお伝えします。今年度最初の開催となる市長と気軽に妙高トークの話題です。昨年から実施している市長と気軽に妙高トーク、今年度の第1回目を9月16日に関山自治会で開催しました。市長と気軽に妙高トークは、市の政策について市長自らが語り理解を深めていただくことを目的に実施するものです。会場では市長が30分ほど市政の話をした後、集まった皆さんと意見交換を行います。特にテーマを設けず意見交換を行うことから、日頃から思っていること、困っていること、市への要望などを直接市長と話し合えることが特徴です。第1回目となった関山自治会では、地域の方23人が関山農民研修センターに集まりました。和やかな雰囲気の中、市長は新内閣の見通しや姿勢、新幹線新駅の名前などに関する話で話題作り、その後意見交換を行い、在来線の長野乗り入れや用水路の改修などへの要望、都市農村交流施設への期待や意見などが参加者から寄せられました。30日まで実施希望団体を募集しています。詳しくは企画制作課へお問い合わせください。次は10日に行われた町祭の様子をご覧ください。毎年秋に開催される町祭が9月10日に開かれ、大勢の子どもたちが参加しました。これは町の文化祭をイメージして、新井地域の中心市街地を会場に毎年行われています。
なりきり子ども店長では、小学生およそ120人が警察官、消防士、パティシエや大工さんなど、さまざまなプロの仕事にチャレンジしました。子どもたちはここで職業を体験して、その報酬を町債でのみ利用できる通貨、ネアで得て、それで買い物ができる仕組みになっています。子どもたちは興味のある仕事を次々と体験していました。旭町にあるパソコン関連のお店では、小学生3人がソフトのインストールの仕方やインターネットに接続する方法などを学んでいました。これから、店長さんと今日体験に参加している、皆さんの声をちょっと聞かせてもらいたいと思います。今日はパソコンを組み立てるところから始めて、Windows 7 のインストールをやって、で最後にインターネットがつながるところまでやる予定です。参加して楽しい？うん、楽しいです。どんなとこですか？なんか組み立てるとこ一緒に組み立てるところです。また珍しい自転車の体験試乗コーナーもあり、大人数で乗れる自転車や車タイプのものなど、普段お目にかかることのできない自転車を楽しむ姿も見られました。なお、三代港市でも三代港チャンネルでテレビマン体験を実施しました。来週からこの様子を特集子どもテレビマン町債を取材と題して放送します。4人のリポーターが登場します。お楽しみに。